こんにちは、クラブマン倉金郁夫です。今回は2020-21 シーズンに向けフルモデルチェンジをしたディナスターフリーライドスキー M ラインから M プロ99と M フリー108の紹介をいたしたいと思います。この M ライン共通の特徴としてハイブリッドコアにあります。 PU ポリウレタンが芯材のポプラコアまで伸び、2つの素材の混合で滑らかなフレックスとトーションを生み出しています。では M プロ99を紹介します。 M プロ99サイズは178センチです。大きな特徴としてキャンバーからテールにかけて下なるラミネートがインサートされ、テールトーションに張りがあり、エッジグリップが良く、ターン後半の抜けも良く、ターンコントロールのしやすいのが特徴と思います。オンピステからオフピステ、そしてパウダーからハードバーンまでこなすフリーライドスキーのオールラウンダーではないかと思います。非力な方にはターン後半走るイメージがあります。このスキーはアルペン、テレマーク、共に向いているスキーだと思います。次に M フリー108サイズは182センチです。私が自信を持っておすすめするモデルです。特にパウダーでは浮力バランス、操作性、安定感、移動などの機動性が抜群です。表示では2200グラムと軽くはないのですが、板中央に重心が集中しているので、履いた時の重量感は非常に軽く感じます。何をやっても応えてくれる優れものです。特におすすめのスキーヤーはシニアの皆さん、筋力に自信のない方、サイズチョイスでは女性にもおすすめです。パウダーでのターンコントロール、非常に楽しく、軽快で、思い通りのパウダーライディングを可能にしてくれます。弱点は感じませんでした。自分もこれほどのスキー板は初めての体感で、スキーが一段と楽しくなりました。何でもできる一台です。改めておすすめの一台です。ありがとうございました。Posting pictures on the gram so other people know that we're more than friends. Ever since you came around, I've never been sober. Always in my head. Met you at a time when I was so high.